わ、めっちゃ目から涙出てきた。わ、ここよ。違う。こう、そうそうそう。お疲れ様だよ。はい、この子なんですけど、目の脱皮不全起こしちゃってますね。はい。もう今開いてないですね。ということで今から綿棒でね、取ってみようかなと思います。この子はね、よく脱皮不全を起こす子で、視聴者さんのアドバイスとかあってね、床材を保湿性の高いのにした方がいいんじゃないですかっていうコメントをいただいたりして、床材をね、変えてみたりはしたんですけど、それでもね、やっぱり脱皮不全を起こすんですよね。なので水入れをね、多く設置するっていう感じで対応してます。そしたらね、今回は綺麗に自分でね、脱皮ができたので、まあその方法でね、しばらく様子見ていこうかなと思ってますね。でも今回はなんと目の脱皮不全起こしましたね。はい、なので今から綿棒で取っていきたいと思います。はい、ぬるま湯につけた綿棒で目ん玉をね、ちょっとグリグリさせてもらいます。昨日はね、なんとか自力でね、開けてくれたんですけど、今日はどうかな。あ、出てきた。涙出てきた。わ、めっちゃ目から涙出てきた。わ、何？すごい出てきましたね。涙が溜まってたみたいですね。レオパさんの涙ちょっとネバネバしてますね。この前動画出したんですけど、それと同じ状態ですよね、これ。あの時はね、爪でカリカリしたら取れたんですけど、この子の場合どうかな。それ。人間で言うと目ヤニですよね。目ヤニがついてて。見えますかね、取れたやつ。下から来た。これですね、脱皮片。やっぱ脱皮片ついてますね。これね、医療用具で、細かいブラシがついた綿棒みたいなのがあるんですよね。それでやればね、すぐ取れるんでしょうけど。おー、取れそう。ほら、白いのが出てきたよ、今。完全に今のですね。ペンが入ってる。取れない。あ、取れた。取れましたね、ここ。取れた。また取れましたね。両目脱皮不全を起こしてたんですよね。で、左目がすごい腫れてて、今もちょっと開けてないですけど、この前ね、綺麗に脱皮してどうやらね、取れたっぽいですね。ちょっとお見せしましょうかね。こっち見て、ちょっとね、まだ
晴れてはいるんですけど、このままね、このまま栄養を取らせればね、ちゃんと治っていくと思います。はい、ということでね、今のこの子の状況なんですけど、まあ、ほぼ治ってる状態で、片目だけがね、まだちょっと濁ってるっていう感じですかね。はい、はい、こんな感じでちょっとね、餌を先に与えたいと思います。ほぼほぼここよ違う、ほぼほぼ、そうこの子ね、餌をよく食べてくれるので治りも早いですね。はい、こんな感じで、こっちが濁ってる方ですね。なんか虹彩が見えない状態になってますよね。なんかソリッドアイみたいになってますけど、こっちとね比べたら、動画上じゃあんまりわかんないですけど、ちょっと虹彩が見えてるっていう感じですかね。はい、ここなの。ああ、怪我したんか、ここ。ここね、ちょっと血の塊がありますね。目の違和感から自分の足を使って、ここをね、すごい引っかくんですよね。なのでこれ、多分血の塊ですね。やっぱ目に違和感がある子はね、そういう行動もね、取るようですね。で、実はですね、この子以外にも目の脱皮不全を起こしている子が2匹ぐらいいるんですよね。で、飼育方法とか全然変えてないんですけど、なぜか今年は目の脱皮不全を起こす子が多くて、まあ、その原因がね、まだわかんない状態なんですけど、まあ、共通して言えることは、アダルト個体で4歳を超えてる子、そういう子が目の脱皮不全を起こしてますね。はい、赤ちゃんとかね、1年未満の子は脱皮不全自体がほとんどないので、まあ、安心なんですけど、アダルトに関してはね、ちょっと多いですね。なので、もし4歳を超えてる子を飼育している視聴者さんは注意してね、毎日観察しておいた方がいいと思います。で、この子みたいにね、よく餌を食べる子は割とすぐ治ってくれるので、食欲を上げるようなことをしておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、食欲を上げる方法としては、人工フードを食べてる子は生き餌にするとか、あと代謝を上げるために温浴をするとか、飼育温度をちょっと上げてあげるとか、いろんな種類の餌を与えておくっていうとこですかね。あとはいろんな餌を与えておくと、拒食した時に餌の変更が効くので、まあ、その子が一番好みのやつを見つけておいて、病気した時に一番好きなものを食べさせて食欲を上げるっていう感じですかね。もうどんな病気もね、食べてないとね、治んないんですよね。なので、しっかりね、食べさせて拒食しない子を作っていきましょう。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。